はい、こんばんは、村岡正則です。今回の動画は新しい試みの動画です。で、ブルブルで2023年に一定のボートを買いました。で、まあ、このボートを使って、チャーターボート事業っていうね、ちょっと試みをしようかなと思っております。で、業務提携って形になりますが、船長として、小峰青くん、今までブルブルでもプロガイド等でね活躍していただいた青くんを迎え入れて、スタートしたいということで、このね12月1日からスタートした、今日はその3日後、12月3日なんですけど、ちょっとね自分もどんな感じか乗ってみようかなって感じで、で青くんのね意気込みとか紹介して皆さんにね、知ってもらえたらなと思いますんで、よろしくお願いします。はい、ということで小峰青くんです。今日はよろしくお願いします。お願いします。ブループラネット初出船ということで、はい、でちょっとね出船前に話し聞いてみたいなと思って、はい、まあ青くんは船長としてお客さんも来てやってるのはもう何年ぐらい？4年目ぐらいですか、ね、はい、うんうん、なんで船長の仕事やろうと思ったの？まあ、やっぱり、まあ、もちろん自分が釣るのはもちろん好きだし、うんうん、ただそれ以上にやっぱお客さんに釣って、まあ、釣りして楽しいというか、うんうん、あのやっぱ非日常ですよね。僕ももともとおかっぱりのシーバスがメインだったんですけど、うんうん、やっぱ船に乗って感じることがいっぱいあったんで、うん、釣りの過程だったり、うんうん、あとはまあ景色とか、うんうん、そういうのを含めてやっぱり船長って楽しいなと思って船長始めました、うんうん、なるほどね。で、まあ、今回ねちょっと用意し急遽用意した感じなので、船がね若干ちょっと小ぶりなんですけれども、うん、まあ、しばらくはどんな釣りをしようかなっていう。そうですね、まあ、基本やっぱりシーバスメインですね、うん、まあ、土地柄がシーバスがいいんで、うんうん、シーバスメインで、あとは、サワラ、タコだったり、うん、マゴチとかですかね、まあ、季節に応じて楽しい釣りができそうなやつをやるって、ね、そうですね、その時いいやつをやろうかなと思います。 どんな船長になりたいですか？そうですね、お客さんにあの船長はどんな船長だって言ってもらいたいか、まあ、やっぱり一番は楽しかったって言ってもらえるような、うんうん、また来たいって言ってもらえるとすごいやりがいはありますよね、うんうんうん、ね、まあ、今までもね実績いっぱいね積んできたわけだけど、じゃあ、まあ、ちょっと独立にね近い感じだけど頑張ってください、はいはい。で、まあ、ちょっと今ねまだ船がちょっと小ぶりですが、まあ、そうは言っても何フィートが20?27 です、ね、27フィートで、今新しいね新造船も発注してるんですけど、もう今すごい時間かかんないね船が ねもう2年弱かかるみたいな感じなんで、まあ、夏には注文したって感じなんだけど、まだまだねしばらくはこの船で頑張っていくって感じで、はい、ぜひ応援したいと思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。あ、じゃあちょっと一本釣らせてもらおうかな。頑張りましょう。行きましょう。はい、お願いします。はい、じゃあなんとかバコーンと水柱出て、じゃあ、そしたら私もマイボート持ってるんですが、まあ、やっぱチャーターボートもねたくさん乗った口なんですけど、ぜひですね初めて乗った時の心得じゃないけど、なんかコツ、たくさん楽しむコツはやっぱりね船長とのコミュニケーションです。で、チャーターガイドボートはやっぱり船長が近いですよね。船長室とかがなかったりするんで、非常にねこう走ってる最中も真横で聞けるんで、まあ、船長が走ってる特にこうまだ沖に出る前とか出航する直前とかの作業中は無理だけど、こういう徐行エリアとかなんかは船長もね話せる余裕があるんで、そういった時に、まあ、最近どうなんですかとか、今日はどんなプランを考えてるんですかとか、風とか天気とか、それどんな見立てっていうのをねいっぱい聞いたらいいと思うし、実際こう特に東京湾奥のチャーターボートはおかっぱりにすごい近い形でやる船が多いので、おかっぱりのスキルもね多分1日で下手したら1年分ぐらい得られる日もあるぐらい、めちゃくちゃ経験値が上がるんですね。だからおすすめなんですけど、まあ、だからこそ船長の頭の中、ルアーどう投げてどう流してどうかけてほしいのかを自分で試みていってもいいし、あれちょっと分かんないなと思ったら船長にしっかり聞いてイメージすり合わせて、で釣っていく、で釣ってものにして自分の引き出しにしていくみたいにすると、多分ね最初の10回20回ぐらいはめちゃくちゃ楽しいんで、で季節応じていろんなパターンがあって、例えばバチ抜けパターンも
春おかっぱりだとね、そのわずかなチャンスしかない中、ボートだとどんどん動いていけるんで、ずっとこう、あ、このルアーはこうやって食わすんだっていうのを徹底的に反復練習できたりするん で同時に地合いが終わった瞬間、こうバチパターンも表層では出ないけどまだ中層では出るって状況になるんで、じゃあそういう時そこの見極めとか、でそういうのをね、いっぱい、やっぱ毎日のように出てる船長が本当断然詳しいんで、そういうのをね聞いて楽しんだらいいと思います。はい、ということでちょっと聞いてみたい今日はどんな組み立てですか？今日はそうですね、本当はこの城付きですよね、うん、村岡さんがいつもやってるやつをうん、うん、やろうかなと思ったんですけど、うん、ちょっと沖の風が強いんで、うんうん、まあ、様子見つつかなっていう感じで、まあ、あとはあの明暗ですよね、うんうん、やっぱり、シャルダスやどうぞ。釣れそう。なんか久々やんな、こいつり。面白いな。あ、全然当たんない。もうみんな産卵行っちゃったかな。全然当たんない。ちょっと少しずつ左に流していきますね。はい、いや、おやおやだよ。私のような下手くそには釣れません、船長。あ、ごめん、新木場エリア終わってる。俺が福岡行ってる間に終わってる。いや、この本当1週間ですよ、多分ね。そうなんだ、すごい。なんか渋そうなんで、最初からバイブレーションで弱気に。もう冬だね。ライズしてたらいいけど。どうぞ。はい。水が隅隅だ。来ました。あ、外れた。残念。いた。ちっちゃかったけど。よいしょ。いかにも産卵に参加しないサイズだったけどな。当たる当たる。よし、食った。ちっちゃい、ちっちゃい。ごめん、当たった。30センチ級ばっかりだわ。今日はちょっと一人でやってるから9フィートでやってますけど、本当だとやっぱ7フィート台がいいですね。本当はね、こういうところ打つ時は特にコントロールなのと取り回しでね、短いほど正確性は増すんで。ちっちゃいのしかいない。ちっちゃいのでもいいからまず1本取ろう。1週間前結構いいのいたんですよね。小バッチさん来た時はいっぱいいた。本当か、小バッチが全部釣っちゃったんじゃないの。替え玉8杯みたいな感じで。よし、さあ、まず小さいけど大事に大事に大事にしよう。あ、外れるし、やっぱ俺悪くないよこれ。30センチぐらいしかないな。よし。アジみたいな、なんか1週間前まで釣ってたサイズと全然違うんですけど、こんなに1本苦労するなんて。はい、お願いします。あぶれ、外れた。釣りました。よかったよ。少しサイズアップしたんで取れたって感じの35センチです。やった。とりあえず、青くん船長、俺にとっての初シーバスです。泣きの40。泣きの40。もうノータッチリリース。多分ね、もう産卵に行っちゃったね。産卵しそうなサイズはね、ほとんど、まあ、こんな感じで冬はストラクチャーやったり川やったりって感じ。そうですね、川でちょっとのでっかいの一発狙ったりとか、うん、川でチャレンジしてこういうとこで癒されて。そうですね、はい。癒された。よし、そしたらちょっとサイズ狙いでね、ちょっと、うん、でかいの釣りましょう。そうですね、川の方行ってみましょう。はい、まあ、1本釣れたって。何バイト、10バイト3ヒット1キャッチ。ちょっとね、川のでかいのをさ、
探しに行きましょう。川ですね、川。この野郎で。と潮前はめちゃくちゃ釣れたけどね。出ろ出ろ。あ、本当だ。あ、ライズしてる、ライズしてる。なんかちっちゃいけど、このサゲが緩んだ瞬間食いそうな気がするな。いや、なんて絡めだっけ。達郎が考えたのこの絡。すごい絡だなと思って、ここで投げた1投目にいきなりどでかいの出して、あ、釣れるみたいな。1投で釣れると絡って好きになるよね。そのカラー信頼するというかね。アイザーにしよっかな。なんかライズしてるシーバスはちっちゃいね。このね、今早いんだけど、これが緩んだ瞬間でかいのが来ると思うんだよな。もうだいぶ緩んでるはずなんで、今でも出そうだし、ちょっと一回この野郎流してから。アイザーなら出そうだけど、 いいな。この船長がぴったり止めてくれるから、到着縦引きとかもできるんだよね。あー、でかいの食ったのに。でかそうでしたね。でかそうだったね。でかそうだった。そう、乗んなかった。ドマーッと出たけど、到着をちょっとかすめるように引いてきて、明暗の境でした。いるいる。これがね、1月ぐらいになるともうアフターのね、産卵終わって戻ってくる、特にでかいのが90センチメーター級がね、上がるんですよね。自分の地鶏長江でもね、あの球場バーが結構出てるのが1月とか2月ですよね。こういう釣りなんで、あー今成功あった。そういえば昨日まさに久保田連合会がステッカーをタイムラインで流れてきましたね。とうとう戦争が始まってしまった。なんかみんな戦えって書こうかと思ったんだけど、ビビって一旦隠れろっつって。一旦家でじっとしてるって。だってもう累計出荷個数とか全然違うじゃん。軍団員で言ったらさ、10倍以上違うんだから戦っちゃいけないでしょ。今年発売したばっかりですよ私たちみたいな。それ言ったら花王率いる久保田さん率いるさ、カゲロウ会よりもっと強大なのがコモモクラブでしょ。もう多分さらに10倍出荷してるから。もっと小さいの食ってるね。何ですかね、ベイト。小さい魚を小さい魚が食べてる。こんな感じですね。あららららら。ね、昆虫中にもバイトが出ません。帰る、ちょっと帰る。ラザミン、ラザミンにします。じゃあラザミンに変えます。釣れない頭痛にラザミンです。小さい。あ、もう抜きます。抜いて30センチもない。こんなサイズがライズしてんだ。だからスネコン90でも当たんないんだね。30センチオーバーですね。はい、逃がします。こんなサイズね、30センチです。ああ、もう小さじしかいなくなっちゃったね。一気に冬ですね。冬だね。博多で飲んだくれてる間に。バチ用ペンシルと思われちゃってるんですけど、これ実際リプレスミノーですから、バチも釣れなくはないけど、バチ特化してないんで、むしろこういう小場所だったり、わっしゃー、トップ。気持ちいい。今のも気持ちよかった。すごい水柱が立った。パコン起きましたね。ボハーッと出たね。サイズはね、大したことないんですけど、ラザミンは持っててください。小さい。あー、冬だな。あんなに頑張ってでかいの釣ってたけど、いざみんないなくなっちゃうと寂しいね。はい、はい、あ、じゃあ、はい、はい、はい、じゃあなんとかバコーンと水柱出て、ちょうど50ないぐらいですね、ラザミン。なんとなく満足いく、いかないけど冬なりには楽しませてもらっていきました。じゃあ最後この野郎で頑張りますかね。ちっちゃいのばっかり釣ってもね、しょうがないんで、こういうね、生後のライズに混ざって、さっ
さっき一発ねガバーって出たようにでかいルアーを流し込んでちょっと緩んできた緩んできたタイミング、それから一回止まって今度アデが静かに効いたタイミングが多分今日の夜は一番いいですね。であとは満潮の下げ出したタイミングなんかもいいと思うんだけど、でもね次緩やかに上げてくるのはもう多分夜明け寸前なんで、さすがにあと2時間半後ぐらいだと思うんですよね。出てほしい、さっき一発出たんだからね、ゼロではないと思うんだよね。出そうなのに、ひとしお前はすごい良かったんだけどね、やっぱり魚抜けちゃうんだな。あ、もうおかっぱりも変えられましたね、皆さん。いい感じで緩んでるけど食わない。ここから先はおかっぱりが打つんでダメですね。どうしよう。そしたらもう一箇所やって上がりましょうか。うん、そうしよう。ちょっと帰り際もう一箇所だけ見てみます。昨日はこの右のヨレでしたね。じゃあ最後のポイントってことでアイザーでいきます。アイザー125。最下流のヨレか、釣れそう。ヨレ止めよう。あー当たったよ。惜しかった。50ぐらい。今日一だ、今日一。よっしゃ今日一でもないか、さっきの方が大きかったから。いやー、釣れましたねはい、アイザーで嬉しい。わー、綺麗な魚。50、今日一だね、53センチかな。まあこんなもんでしょう。真冬シーバスでした。でも多分ね、今が一番釣れなくて産卵行っちゃってるんで、多分この動画が上がる頃は結構でかいのも戻ってくるんで、またねゲーム性高い釣りがありますんで、ぜひやってみてください。よし、もう終わりにしましょうかね。上がりましょう。はい、よし、じゃあ青くん頑張ってね。はい、頑張ります。あのなんかぜひこの土地柄ね、あの船酔いしないコースみたいなのも作れるよね。そうですね。今日も全然波ないとこばっかりやってたんですけど、なんか船酔いが心配でちょっとこうオフショアは怖いなって人もぜひ申し込んでくれれば相談乗れるっていうかね、船長がいろいろやってくれると思うし、まあそれこそやったことない人がね、初めてなんですけど、でもね多分伊勢タコ釣りとかあらゆる釣りでね初めての人を育ててきた船長だと思うんで、ぜひ皆さん乗ってみてくださいということで、今回は青船長のデビューおめでとうございますということと、頑張ってくださいっていう動画になりました。ご視聴ありがとうございました。